い、皆さんこんにちは。吉村農園の吉村です。今回も始まりました。吉村農園の農業に来てくる、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日ですね、撮影日なんですが10月の20日に撮影しているんですけど、今日ですね、午後からですね、施設園芸部園芸 .com さんがですね、インタビューに来てくれまして、ちょっと概要なんかはですね、こちらの方に、こう下の方にちょっと出しておこうかなと思うんですけど、いろんな農家さんにインタビューに回っていて、吉村農園の方にもね、来ていただいて、インタビューいろいろと、していただきました。一応ですね、施設園芸 .com さんの YouTube の方で、そちらのですね、吉村農園のこのインタビューの動画なんかは流れるかなと思いますんで、ちょっと今後ご期待ということでですね、一応ね、概要貼っときますので、ぜひね、チェックしていただければと思います。で、今日の動画のテーマの内容なんですが、絶賛ですね、吉村農園でマルチ作業を行っておりますので、そのマルチ作業の重要なポイントをいくつかですね、まとめてちょっと今回ご紹介動画になりますので、ぜひぜひご覧ください。では早速、行ってみよう。はい、では本日なんですが、マルチ作業の、ポイントのご紹介ということで、よろしくお願いします。はい、マルチ作業、10月に入るとね、この前のやつでも流したんですけど、また詳しく、これは早く丁寧にイチゴを傷めないでできるし、作業能率も上がるからやってもらいたい、マルチ作業はこういうふうにやってもらいたいっていうやつの一つとしてね、移していきたいと思います。まず用意するものはマルチ、黒マルチ、昨日も前回のやつでもだいたい黒ですね。で、ポイントとしては、これを3つに切るわけ、こういうふうに。はい。3つに切るんですけど、切ればいいって言ってもね、楽に切った方が誰もいいと思うんで、切るポイントを、畝の長さがね、そこのうちそこのうちでこの大きさがいろいろだと思うんですけど、こういうものを3分割に切るときは芯を測って、で、ハウスの、畝の、ちょうど上になるところがこのくらい。なんですけど、本当はね、40センチなのよ、これ。40センチなんで、遊び、ホッチキスで止めるところを遊びとして10センチぐらい取ってもらいたい。そこがポイント。わかりますか？はい。ただ、今ここでその説明をされても、正直、畝のところじゃわからないので、まずは切り方のご紹介お願いします。そうしますね。はい。いろいろ難しいですね。慣れてる人は早いんですけど、ポイントとしては、ドリル。はい。インパクト。これは、では木工用か鉄用の切りを使ってください。6ミリでも8ミリでも何ミリでもいいですね。で、穴を開けるときは、水。はい、なんで水をつけるかっていうと、このビニールが薄いから、全部これでねやると、熱を持った時くっつかっちゃって、今度は伸ばす時に伸ばしづらいっていうことで、こういうふうに、これを細かくかけるの、たくさん、もう無数にこれが空いてるように分かると思うんですけど、これだけ空いてるの。それで、ノコギリで切る。そうすると簡単に切れるから、そういう風にやって三分割を作る。この切る作業も、ノコギリだけで私たちも切ってたら、これ一本切るの大変なの。かといって、丸ノコでなんか切ると、もう熱を持っちゃって、これが伸びないから、こことろけちゃって。そうすると、このマルチビニールは使えなくなりますから、ポイントは、ドリルで穴を開けて、水をつけつけやって、で、ノコギリで切る。そうするとね、30秒が1分で切れちゃうから、これ。で、3分割を作るっていうことですね。はい。はい、わかりました。一応、ここまでが、まずは道具の作り方ってことですね。はい。じゃあ、ここからですね、補助に入って、またどのようにやっていくのかってところのポイントもご紹介お願いします。はいはい。ではですね、補助の方に来ましたので、補助内でのまたポイントのご紹介もよろしくお願いします。はい。全体を見てもらうとわかるんですけど、今、マルチビニールがハウスの中で伸びてます。はい。はい。全体取ります。はい。こういう感じに、マルチの、この中へ、パイプハウスの19か22を入れて、で、引っ張っちゃう。っていうところなんですけど、
で、こう、引っ張った、終わったやつがこのビニールね。これが上。わかりますか？はい、大丈夫。それで、このポイントとしては、うね幅が、いちごといちごの幅が40センチぐらい。に対して、この上に行くビニールがね、これ50センチなのよ。ちょうど、50。ピント伸ばすと50センチあるんで、切ってあるのが50センチ。はい。このビニール、反対側にね、2枚なってるんですけど、これを、こことここで、こう閉じるんですけど、ポイントとしては、10センチくらい、5センチ5センチくらい止まるような感じで止めま、長めに。で、このビニールを、上にあるビニールを、いちごの畝の中に置いとくの。ここがポイント。ここの間のところにちょうど置くように引っ張っていく。引っ張り方としては、棒で、先を引っ張って下を行ってもいいし、手で引っ張ってもいいし。それはやり方はいろいろなんですけど、ポイントとしては長めのビニールをここへちゃんとこう置いてあればいいの。で、仮止めのポイント。こちらから全部やっていくんじゃなくて、ところどころ2メーターぐらいね、次の人がやりやすいように、前もって、地走りをしとくっていうんですか、やりやすいような感じで止めちゃうの。一応止めたところを、ちょっと端っこがある、端っこの畝が止めてあるんで、そちらで見せてもらっていいですか？はい。じゃあ、ずっとこっちね。はい。こっち寄りますよ、はい、ゆっくりね。これが仮止めをしたとこ。はい。それで、止める、仮止めのポイントとしてのやり方なんですけど、近くへね、ゆっくり寄ってきてもらうとわかるんですけど、止め方のポイントはね、これね、何でもね、コツがあるんです。こういう風に合わせますよ、ここね。ここでやってみるか。2枚目でやるときはね、まずはこちらの、元の方に一箇所止めちゃって、ここ。一回が二回止めて、そうするとここが空いてますよね、ほら。はい。空いてる状態でこちらを持っていくと、ピンとまっすぐになるの、ほら。真ん中を先止めんじゃなくて、いちごの方を一箇所止めるの。ここ一箇所か二箇所止めて、で、こちらのいちごの近くを持って、で、何回かこういうように止める。そうすると、全体が止まるっていう感じ。こういう感じ。はい。真ん中だけ先止めちゃってやると、右行って左行くから、そんだけロス。はい。わかるかな？はい、大丈夫です。で、最初にやる人はね、こういうふうに、ちょっとたるみをつけるような感じで、2メーターか3メーターおきに止めてあげるの。で、後の人がこれを全部止めていくっていうパターンですね。そうすると大体こちらのハウスが一応40メーターぐらいのハウスなんですけど、どのぐらいで終わるんですか？そうですね。3人か4人でやって約30分から40分。まあ1時間見てれば間違いなくできちゃうんで、作業的にはとても楽。あと、実が鳴ってるのを、打ち当たりもね、いろんなやり方をやったのよ。おー、めくら開けって言って、これをただやったとき、こう上を破って、で、イチゴをこういうふうにねじ込んで出す。そうと花を追っかいたりする。で、ここをね、ドリルで穴を開けたとこを、ブリッてぶっついて出したりしてても作業能率が悪かったの。で、いろいろやって試してね、どういう風なのがいいかって試行錯誤していったら、この3分割、端は2分割ですよ。こちらはほら、2枚なんですけど、こういう風に、分割してやった方が傷めない。理屈的にはこれが上にあるやつを下からビニールを刺すんだから、いちごにはとてもいいし、見た目もいいし、この切ったとこが綺麗なのよ、いちごの周りを。これとこれがこういう状態で止まってると、ここから草が、これを大きく破っておくと草が生えたりするのもないし、身も傷めないし、地温なんかも上がるっていうことで、これはね、ぜひやってもらいたい。新規収納とか何か
の人は、いちご作りとしてはこういう作業。それにこの、うん、こちらに切る、ビニールも長め。はい。こちらから来るのとこちらから来るのがこう、重なるぐらい。で、行くと、ここを針金で今度止めていくんですけど、そうすると、もう足を引っ掛けたり何かしないから、これが短いと、この間に草が吐くの、こういうふうに、このくらいで行って、こちらからのビニールもここらまでしか来なかったりすると、ここが草が吐くから、やっぱり、土を運ばないとかっていう最後のことまで考えて作業をしていくのには、もったいないかもしれないんですけど、ちょっと長め。っていうのがいいですね。はい。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。ですね、動画いかがだったでしょうか。今日はですね、マルチ作業のですね、ポイントをいくつかですね、分けてちょっとご紹介になりました。重要なところですね。いかがだったでしょうか。まあ、私の方からね、もうね、一つね、まあ、補足としてご紹介をさせていただきますと、まあ、一つ、三分割のね、方式でこうやっていく場合には、やっぱりこう、ドリルでこう、穴を開けていって、しっかりとこう、三分割にこのマルチを切っていかなければならないところで、このマルチをね、普通にこう切っていく、そしてドリルで普通に開けるだけでは、どうしてもね、この熱でドリルが止まってしまったりするので、こう水につけながらちょっとずつ開けていくっていうのが一つのポイントかなと思いますので、そちらも参考にしていただければと思います。あとですね、こちらの三分割の方式非常にですね、私個人的にも非常におすすめなやり方なんで、ぜひね、やっていただけるといいかなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。では最後に行きます。これが農業です。はい、こんにちは。吉村農園の吉村です。いちごの定食も無事終了しました。あと2ヶ月ぐらいで、いちごが赤くなってきます。皆さんのお越しを待ってまーす。はい、こんにちは。いつも一言っていうことなんですけど、今日はね、若い女性が2名来てるんで、とても緊張しています。会社名が施設ドットコムっていう、やっぱり今の時代にあった、でも、本社っていうのは、施設園芸の換気とかそういうふうな大手メーカーなんですね。やっぱり、いちごがちょうど鳴り出して、来る前の取材に来てくれたっていうことで、まあ嬉しいですね。若い女性だから娘と同じぐらいより若いかもしれないんですけど、農業のことをどういうふうにやってるのかなとか、わからなくてもいいんですよ。来てくれて農業っていうのを少し体験してくれて、一緒にマルチ作業をしてくれたんです。それを動画に撮って会社の方で編集して、また YouTube かなんかに流すのかなと思うんですけど、とてもいいことだと思います。農業地な若い女性だとほとんど嫌って、なかなか見に来てもくれないし、見に来ないんだから携わってくる職業として携わる人も少ないし、でもいちご狩りだけは結構女性の方は多く来てくれるんで、そっちの方は嬉しいんですけど、なかなか思うようにいかないのが農業っていうところなんですけど、少しでも農業に関心を持ってくれるってことはとても嬉しいことです。今日はね、YouTube で言えないことをいろいろお話ししたんで、また今度いろいろな話を聞く、やっぱり女性にね、もっと関心を持ってもらえるような農業にしていきたいなと思います。以上です。はい、ではですね、次回の動画の予告になります。次回の動画なんですが、10月の23日、配信になりますね。一応内容としてなんですけど、マシコモリモリラジオ、第12回になるんですけど、まあ、配信していこうかなと思います。一応今回ね、内容としてなんですけど、まあ社長がですね、出張をしてですね、農家さんのところにいろいろと、まあ、行ってってところで、その行った農家さんのところでいろんなお話を聞いてくるって形でですね、配信していきますので、次回の動画もよろしくお願いいたします。